おはようございます。やらいです。今日はね、久しぶりに雪が降ったんでね、奈良県川上村の伊比賀の里にやってきました。まあ奈良市内は全然雪降ってないんですけどね、結構南部の方にやってくるとね、割と雪が降ってるんでね、今日はね、この奥にある滝を見に行こうと思います。ちなみにここライブカメラがあるんですよ。割となんか雪が降ってるんでね、来てみたんですけどね、ただ氷瀑になってほしいなと思ってるんですけど、-2.7°っていうのが言うほど冷えてないですね。個人的にあんま寒いと思ってないですしね。ちょっとこれ感覚バグってる。もうちょっと冷えてほしかったな。-5、6°ぐらいとかね。駐車場からね、この先の道路がなんか冬季通行止めになるらしいんですけどね、まあ、別になんかあの川上村のホームページとかにもなんかこの先の滝まで行くのに別になんか行っても構わないっぽいですしね。適当に歩いてくるにはここから行こうと思います。よいしょ。言うほど雪降ってないんでね、一応アイゼン持ってきたけど、これつけんのかな。これちょっとこの程度の雪の量が少ないのかな。とりあえずね、しばらくあの車が走るための林道なんで、アイゼンはいらないな、これは。ただそうなってくると滝が氷瀑になっているかどうかっていうのがすごい不安なんだけどな。大丈夫これ、没動画ならない。あ、そうそう、やっぱこの程度の動画ってやっぱ皆さん今度の休みの日氷瀑になってるかな、行ってみたいな。でも初めて行くから道路とかどうなってるか不安だなって方が結構こういう動画見に来る方多いんじゃないかなと思うんですよね。なんでね、ちょっとそういった感じのこと気になる方のためにね、僕はここまで来る道中のまあ車の中での映像をちょっとお見せしようと思います。割と国道169号線は川上村とかまでやってくるとちょっと雪が降ったのかなって感じで、ちょっとアイスバーンになってる感じの道もありましたけどね。まあ除雪されてるのか融雪剤とか巻かれてるのか、割と平気ではありましたね。で、国道から外れてここの滝の方までやってくるルートもなんか道路に関しては割となんか車が通った跡があったりとか、除雪されてんのかな、あれ除雪車なんか通んのかなとか、まあそんなにほど不安な場所はなかったと思います。まああくまでも僕が来たこの2024年の1月25日の情報ではありますんでね、あくまでもご参考のまでに。まあ一応こうやって日付とかもよく解くことによってね、過去の天気予報とかを見ることもできると思うんで、そういったね、情報とかも照らし合わせて、まあ、氷瀑になるかどうかとかね、考えてもらってもいいんじゃないでしょうか。なんか本来ここ林道みたいなんでね、なんか同じような景色が続いてあんまり歩いてて面白くないですね。こんなんだ。なんかな、リスとかキツネとかでも飛び出してくれたら面白いんだろうけどな。こういう雪景色でね、そういう動物撮ってみたいですね。そういうのやっぱ北海道の人が羨ましいな。ただ、クマは絶対出てくるのよ。冬眠してろよ、クマ。なんこれ、なんか、ちょっとした立ち寄りスポットなのかな。ちょっと行ってみましょうか。よいしょ。よいしょ。もう雪積もってるな、これ。おお、10センチは積雪してるのかな、これ。おお、よいしょ。ちょっと木の上邪魔。よいしょ。あ、なんか、でかい滝がある。さーてね、滝夜叉丸パイセンにも会えたんでね、次行きましょうか。まだ歩き始めて20分ちょいかな。何、成績奥の宮ってなんかちょっと中肉臭い感じのネーミング。そして伊比賀の井戸、古事記と神話探訪。へえ、まあ、奈良ってね、結構何かしら神話とかね、なんか歴史とかに基づくお話結構多いですよね、いろんなとこ行ってると。これここら辺のはなんか明らかに人間の足跡だけど、これとか絶対動物の足跡なんちゃう。何、鹿、キツネ、タヌキ、なんだろう。クマじゃなかったら会いたいんだけどな。お、これ
すげえ。言わんとこがつららになってる、これ。おー。よきよき。これ、氷瀑になってるんちゃうん、この先。おー。すげえ。すげえ。めちゃとんがってる。おまあちょっとやっぱね、撮影のための寄り道とかもあるんでね、あれですけど、歩き始めて50分ぐらいで、なんかだいぶ雪の量増えてきましたね、大まで来るとスタートしたところとかちょっと雪あるかなぐらいだったんですけど、もうこの辺まで来ると結構ね積もってるんですよね、これ。まあでも元々この道がまあ林道で、まあアスファルトなのかな、下は。でまあ新設なんで正直そんなにまあ滑ることもないと思うんで、別にまあ登山靴で履いてるだけで全然いけるかなって印象ですね。まあアイゼンをこの先つけるのかどうか、いまいち微妙なとこっすね。おぉ、めっちゃ雪溜まってる。あと、ちょっと待って雪が降り始めましたね。一応今日はもうそんな降らんかなと思ったんですけどね。昨日とついて結構降ったから、今日はもうなんかこっちの方は止む感じの予報だったんですけど、まあ若干降ってきますが、まあ予報を見ながら、あんまりこの後も降り続くようやったら早めに下山することも考えますけど、まあ、このぐらいだったらまだ大丈夫かな。さすがに身動き取れなくなるってことないと思うけどな、車から。歩くのしんどくなってくるな、息が深いから。よいしょ。お船の先あと 130m。 おお、クマ出没注意。この先か、よっしゃ、もうちょっとだな。お船、お船、お船の先へ、お船、お船、お船の先だ。なんかでもこれあれだな、アイゼンつけじゃなくて正解なんかな。これ絶対つけたら歩きにくいだろうな、これ。お川の水の表面が雪で凍っている。お、あれか、お船の先、なんかこのちょっとなんか水色っぽく凍ってるやつね、あれかな。よっしゃー、行くで行くで。ちょっと氷瀑になってる。おお、そしておー、滝に到着。まあまあ完全に氷瀑って感じじゃないけど、結構水も流れてるし、でもまあまあ氷瀑っちゃ氷瀑でしょう。よきよき。へえ、よかった。いやー、なかなか氷瀑良きでしたなぁ、これは。もうちょっとまあカチンコチンに凍ってることを期待したんですけど、まあさすがにこの程度の雪の降りようとしているようじゃ、まあこれだけの水量は全部凍るってことはありえないんだなぁ。まあまあこれはこれでまあなかなか良きだったんでね、よっしゃしましょう。さあ、というわけで、お願いします。
お、このなんか養殖場とかあるとこ、やっと戻ってきたぞ。この先が駐車場ですね。いやー、まあまあ、アイベンとか一切なしで行けましたね。帰り道のやっぱね、下りなんでね、雪が降るとやっぱちょっと歩くのしんどいですし、失点転りにしそうな場面もあったっちゃあったんですけど、まあまあ、全然歩けましたね。なんかね、到着も早すぎたんでね、駐車料金いるらしいんですけどね、払ってないんでね、払わなくちゃいけないですね。それではご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。最近ね、ちょいちょい登山動画アップしてる分って、これ Vlog GoPro で撮ってるんですよね。もともと、ジョニーとのサブチャンネルを計画して、その時にまあ、釣りとバイクのチャンネルっていうことで、まあ、GoPro がいいかなと思って買ったんですけど、メインチャンネルでもね、こんな感じで、まあ、小型軽量で 4K60p が撮れるんで、まあ、登山動画とかにはなかなかいいなと思ったんですけどね。いかんせん、このところ、高見山の霧氷撮影とかね、今回の氷瀑撮影とかね、こういうなんか、氷点下何度とかなると、熱暴走の逆の温度が寒すぎて停止するっていう現象がちょいちょい起こるんですよね。まあポケットの中とか入れてね、ぬくめとけばまあある程度改善するんかなと思うんですけど、やっぱりなんか動画撮ってる最中に止まるとやっぱ困りますね。しばらく使えないですしね。なんでちょっとな、 GoPro こういうなんか雪山登山系の動画にはちょっとあんまり向いてないな。いやまあまあ小さいから結局これがいいんだろうけどな。まあ早いことニコンからも Z50-2 か Z6-3 なんか知らんけど、クロップなしの 4K60p が撮れる動画機欲しいな。絶対バリアングル必須なんだよな、その場合。というわけでね、ニコンさん頼みますよ。僕絶対買いますからね。 Z6-3 か Z50-2 がバリアングルで 4K60p 撮れたら、まあその時はちょっと軍資金にするために Z50 を売りそうな気もするけどな。まあ楽しみだな、いつになるのかな。